久保さん、おはようございます。いやー、今日も出社してますね。自宅から、事務所から、変わらずと、カメラの前で。まあ、本当にあの、なんか、ネットで稼ぎたいんだったら、ネットに出社するしかないので。まあ、でもね、非常に楽ですよね。うん。なんか、まあ、 女性の方とかはね大変だなと思うんですけどまあ何も気にしなくとで気にしないと別にその寝起きでもね別にいけるっていうねうでまあ今回そのネットに出社できない人のその出社というか僕がいろいろ見てすごいなと思ったのが 寝配信ですね。一緒に寝ながら寝るっていう。これなんかツイキャスでやってて、寝配信みたいなタグがあって、あの、一緒に寝ようみたいな。だ寝落ちするまでライブして、で、寝るっていう。<laughs> この何がおだ、なんかその横になっただけなんですけど、横になってボソボソ喋ったりとか、まあ、喋らなかったりとか。でもね、これね、 一回見てみたんですけど、前、昔ね。ああ、なんか維持体験。一緒に女性と寝てる維持体験ができるなっていう <laughs>。寝配信 <laughs>。僕はね、びっくりしましたね。寝るところもコンテンツになるのかっていう。すっげえカルチャーショックだったんですよ。寝配信っていうのが。こんなのがネット上にあるんだ、みたいな。だから、普通に生きてたら、 それがコンテンツになるなんて思いもしないわけですよ。知らないし。だってなんか,なんか普通に考えたらでしょなんかその動画を撮るって言ったらなんか喋らないといけないとかね。なんか起きてないといけないとかあるじゃないですか。もう寝るだけでコンテンツになるってね。まあだからそういうなんかまあ僕も色々見てきて色々やってきてまあ実際そういうものがあるんだっていう のやっぱ知っていくってことは大事ですよね。あ、こんなんでもいけるんだっていう。あ、これでもいけるんだ。で、あとは知ったらちょ、知ったら試してみるってことですよね。それを実際に。まあ、例えば、久保さんが昔パンでね、アポロ、アポロだったかな。そのアポロあったから買って食ってみて、送ってみましたみたいなね。あ、アポロが売ってるっていうことを知って、買ってみて、動画撮ってみて、そうするとコメントにね、 あの、久保さん、懐かしいですね、とかね。買いました、とかね <laughs>。なんか知ったら、や、知ったらやってみるっていうことは大事ですね。知ることも大事だし、知っても、やっぱやってみないと分かんないし。でも多くの人はやっぱ知ることすら、知らない。そう。それじゃあやっぱ、ね、会社に行っても、どんな仕事をすればいいのか知らなかったら、 稼げませんよね。給料もらえないですよ、ね、会社に行っても仕事がし、どういう仕事をやればいいか知らないみたいなね <laughs>。ずっと研修バッチですよね、うん。はい。ということで、知ることから始めてみようですね。いってらっしゃい。